市長おはようございます。あの協定書をめぐる議論でちょっと何点か伺いたいんですけども、昨日協定書委員会で、採決を行われて可決されて、実質もあの審議が質疑が終わったわけで、ただやっぱりこの住民投票前にですね、最後の議会でしたけども、そうした中でやっぱり市長とその野党側とが、直接討論する機会って わずか2回しかなかったわけで、まずこれについてはどう思われますか。極めて不十分だと思いますよ。それは議会の責任だと思います。で、僕とやっぱり議論できない理由があるんでしょうね。僕と議論してしまうと大阪都構想の、大阪都構想やっぱりいいよねっていうふうに有権者の皆さんが判断してしまうと、もう野党はそう思ってるんでしょうね。単的にそうです。話せば話すほど大阪都構想の中身がどんどん伝わっていって、僕はきちっと説明しますけど、野党が言ってることが全くでたらめで不合理で、野党が言ってることを何の大阪の解決にもつながらないよね、単に現状維持を望んでるだけだよねってことが、やっぱり討論してしまうと伝わってしまう。だからいろんな論点は野党が言ってきますけども、じゃあ大阪の、これまで解決できなかった根本問題についてどう解決するんですかっていうところ、そこに野党は一切回答がありませんから、結局大阪都構想という新しいこの解決策に難癖をつけてるだけ。それはやっぱり討論を見てれば分かってきますよ、だから僕との直接討論が避けてるんじゃないですか。今そのいくつかの論点が出たとおっしゃいましたけども、そこもやっぱりその議会の中でもやっぱりその現状の府市の体制を変えるのか変えないのかとか、住民サービスが維持されるのか低下されるのか、効果があるのかないかとかですね、いくつかその、論点というかテーマが出てたかと思うんですけども、やっぱりこの住民投票に向けて有権者はそのどこに注目すべきだと、どの点に注目すべきだというふうに市長はお考えですか。これまでの大阪に問題があったと認識するかどうかですよ。だから反対派の人たちはこれまでの大阪にそんなに問題ないと、今のままでもいいんだと、大阪都構想に対しての初期費用とか、いろんな細かな問題点ああだこうだいろいろ言いますけど、結局のところは今までの大阪府市のこの体制に、問題がないという前提に立つのが大阪都構想反対の人たち、だから今のままで大丈夫だという人たちです。でもこれまでの大阪府市の歴史を見てみて、歴史を振り返ってみて、やっぱり根本的な問題あるよねと、やっぱりそれを解決しなきゃいけないよねって考える人たちは大阪都構想賛成の方に回ってもらったらいいと思いますね。だからこれまでの大阪府と市の歴史を振り返ってみてもらって、解決すべき根本問題があると、そのように認識するかどうかです。だから地域団体の多くの人たちは今のままの方がいいというふうに思ってるわけですね。そのままの方が補助金ももらえるし、だから大阪府市のこの二重行政の問題とか税金の無駄遣いの問題、特に大都市大阪において260万人の住民の皆さんが区長とばっかりコミュニケーションを取ってるのが、もうそれが当たり前だと思ってしまってるんだよね。選挙で選ばれた長とやっぱりコミュニケーションを取らないと、区長とコミュニケーションを取ったって街づくり何か良くなるわけないですよ。でもそれも地域団体の人はみんなそれ慣れきってしまってるんですね。区長で十分だと、選挙で選ばれた長とコミュニケーションを取ることがどれだけ役所の方向性を変えるものなのかと、今まで経験したことがないから、区長とのやり取りだけでやっぱり満足してしまってる。でわずかばかりの補助金をもらって交付金をもらって満足してしまってるというのが大阪の今の市民の状況じゃないでしょうね。だから大阪府市のこれまでの歴史に、これは絶対的に解決しなければいけない根本問題というものがあると見なすのか、いやそんなもんないよと、今のままでいいというふうに見なすのか、もうその違いだと思いますよ。でもそこに分かるメリットデメリット論とかそんなことを積み上げて もう住民の皆さんもそんなの聞いても分からないんでね、学者が言うようなレベルのことを細かく細かく言っても。だからこれまでの大阪府市にあると考える、根本問題、これをもう抜本的に解決するのか、いやいや、このままでも何とかやっていったらいいやというふうに考えるか、もうこの2つに1つの判断だと思いますよ。だから僕は大阪府市に横たわっている問題をこれからとにかく市民の皆さんに説明していって、いやそれぐらいのことはもう別にいいよと、そのままでもいいよって考えられるんだったら、もう大阪都構想なんてことやらなくてもいいんでしょうしね。やっぱりこれって何とかしなきゃいけないよねっていうふうに感じてもらえれば、新しいその体制というのを目指してもらいたいし、
もうこれも前から言ってたけども、大阪都構想自体についてのメリット、デメリットのそんな細かな話じゃなくて、今の大阪府市に、まあ、横たわってるその問題、根本問題、そういうものを解決すると考えるのか、いやもうそのままでもいいと考えるのか、もうどちらかだと思います。うん、市長、その、まあ、テーマの問題もそうですけども、一方でその議会でもおっしゃってましたけれども、やっぱりその住民投票で決するにあたってですね、やっぱりその結果にへの多分覚悟を示せという意味だと思うんですけれども、やっぱりその結果によってはその政治家をですね、市長だけじゃなくて野党側にも呼びかけてましたけれども、やっぱり結果によってはやっぱ政治家を辞めるべきだというお話されてましたけど、やっぱりそれぐらいの覚悟を持って、やっぱり住民投票というのは望むべきだというふうに。いや、それはそうです。最後だって国民主権の民主主義の究極の形なんですが、自分たちが全勢力を掲げて主張していることがね、その政策自体が否定されたということであれば、もう政治家はやるべきだと思いますよ。その通常 その人物を選んでもらうとか、そういう話じゃないですか。普通の選挙の場合には、まあ、ありとあらゆる政策、まあ、いろんな、複合的な組み合わせの中でね、単純に維新の会だったらこの政策、維新の会を選んだから維新の会の政策すべてに賛成とか、自民党を選んだから自民党の政策すべてに賛成という有権者の意思じゃないと思います。そこはもう政策はクロスしてると思うんでね、維新に選ぼうが自民選ぼうが民主選ぼうが、まあ、ある意味その人物を総合的に、まあ、選ばれたと。だからその政策の自分が言ってる政策が否定されたのかどうなのかっていうのはあまりよく分かんないところがあるんですよ、通常の選挙の場合は。でも今回の住民投票の場合には、もうその全自分たちが政治家として全勢力を掲げてるその政策がね、支持されるか支持されないのかがはっきり分かるわけですから、まあ、これはその結論が出たら自分の感覚が狂ってたということで、もう政治家としてのその道っていうのはそのまま続けるのか、やっぱりもうやめるのか、その決断をしなきゃいけないぐらいの住民投票だと思いますけどね。やっぱりそこにはやっぱりこう5年前、まあ、都構想を掲げて維新の会を結成してから、やっぱりこれまで積み重ねてきたことがあるから、そういう覚悟で臨むっていうことなんですか。積み重ねというよりも何よりも、まあ、ここまでまあ、いろんなこと言われながらでもやってきて、これだけのエネルギーを割いたわけですから、それは役所組織に対するけじめもありますよ。これで否定されたら大都市局やその他の関係各局とかね、こんだけ働かされて何だったんだってなるわけですから、それもトップとして責任を取らない、否定されればね、相当だって何年間にもわたって、ある特定の集団のそのチームなんていうのはこれに5年も6年も付き合わされてるわけですから、これで否定されたらそれはもうトップとしてけじめつけないとね、まあ、だから住民サービスがねもう下がる上がるの話をしたとか机上ものになってしまうんですよ。お金はだってその分今まで医療福祉教育に使ってたお金は確保するというところまではやりましたけども、それはじゃあそれが全部どういう住民サービスに充てられるのかとか、別の経費がかかるんじゃないのかとか、まあ、もうそれはもういろんな議論がさ出てきてね、もうそこであんまり議論してても住民の皆さんはだって僕らは住民サービス下がらないと言うし、相手方は下がると言うし、で下がると言ってる理由が特別区ごとでしか施設が使えなくなると言うけども、でも僕らは特別区ができたら、まあ、それ特別高専の区長はいろんなワインミュージアムだなんだそんな無駄遣いをせずに、ね、自分の特別区の範囲の中で一生懸命施設整備をするっていうのが特別区長のある意味責務になってきて、今よりも特別区の方がきちっとしたいろんな施設の適正配分ができると考えるのが僕の考え方だし、これ水かけ論ですよ。で今の24区のプールが全部なければ住民サービスは維持されないって考える人もいればね、いや特別区ごとにそれはプールこれ大阪市内に24個多すぎるんでね、各特別区の中では場合によってはそのプールは一つ二つやめて、それをこう地域の図書館に当てるとか地域の体育館に変えていくと、で僕はそれが資源の適正配分だと考えて、これ住民サービス上がると考えるけど、見方によればプールが二つぐらいなくなってしまうと思ってね、住民サービスが下がるっていう言い方もあるし、やっぱもう水かけ論なんですよ。だからやっぱり大阪市民の皆さんに考えてもらいたいのは、これまでの大阪府市に
根本的な問題があるっていうふうに認識してもらうんだったら、エネルギーかけてでもその解決策に乗り出してほしいし、いやもうそんなにあんまり問題感じてませんよ、もうこのままでいいですよっていう人は、そのエネルギーかけずにね、今のままでやっていけばいいしと、まあ、そこだと思いますけどね、うん、あとはもう協定書の中身は役所の仕組みの話なので、だって今の大阪府と大阪市の今のこの役所の仕組みだって、そこまで住民の皆さん深く理解されてないと思いますよ。僕の予算編成権のやり方だったり、各区からどれだけの税金が集まってきて、じゃあどうやって各区にどれぐらいの配分割合で予算を配分してるのかなって、多分住民の皆さんそういう仕組みのところまでご存じないと思いますからね。からどこまで説明するかといえば、やっぱり大阪府市のこの根本問題、これを解決していくのか、このままでいいのか、まあ、そこをじっくり考えてもらいたいですけどね。説明資料の関係で、今日補正予算の中で提出されるという形ですが、市長の方が、まあ、責任を持って作られる32ページの部分、はい、説明の部分については、まあ、それを、まあ、予算として議会が認めるタイミングと、実際原稿が出来上がってくるタイミングに、まあ、ズレがあって、そこでちょっと議会との間で、まあ、今ちょっとついていないようなんですが、市長の方はその32ページの部分については、内容はもう把握されているんでしょうか。いや、まだですけども、これはもう僕の説明の範囲内だと思いますよ。だって、じゃあ僕は法律上分かりやすい説明をしなさいという義務を負ってますけども、じゃあ その説明の仕方を今のこの段階で全部議会に説明しなければいけないのかといったら違うと思いますが、それは議会と執行の長のある意味役割分担、株主総会と取締役会のその役割分担と同じようにです、ね、説明をしていく義務がある以上は、まあ、その予算というものをある程度確保してもらって、その範囲内で今度僕が政治的な責任を負いながら説明をしていくということしかやりようないと思うんですけど、そこはね、紙を使って説明するなんてのは当たり前の話、あとは社会常識ですよ。じゃあそれで DVD を作るとかね、テレビ番組を何か購入するとか、これは常識的にはダメでしょう。でもパンフレットっていうものを市民の皆さんに全校配布するっていうのは常識的にも、それは説明当然の、それはある意味義務だと思いますけどね。もうここはだから線引きはない中で、それこそ選挙で選ばれた大阪市長として、まあ、ある意味それは権限の範囲内だと思ってます。議会側からそのなんか事前にバチッとさせてほしいというか議論が出ているんですが、そのことについて市長として本当に可能性というのはあるんでしょうか。いや無理でしょうね、まあ、一つ、まあ、市長の方から、まあ、情報案として、まあ、出されたですね、その参政権の反対に乗せるということについてなんですが、はいはい、まあ、確かにその32ページにどういう内容が書かれているかによって、その、まあ、相手が反対会派からすると、それに対する反論というのが、まあ、考える必要性が出てくると思うんですが、その辺をこう担保していくか。いや基本的には協定書の要約ですから、32ページ基本的には主張は政治的な主張は載せませんので、ただ大都市法の法律に基づいたその規約によってですね、二重行政の解消と大阪市内特別区を設置しなければならないという目的のもとに作った、まあ、協定書ですから、まあ、二重行政のその現状だったり、なぜ特別区が必要なのかというところは、これは政治的な主張じゃなくて、なぜなのかというところはやっぱり伝えていかなきゃいけないと思います。ただあとは基本的には協定書の要約です。分かりやすい要約、協定書案が協定書を住民の皆さんが見たって行政文書ですから分かりようがないので、それをきちっと分かりやすいことで説明していくというのが基本ですから、まあ、そこは踏み外さないようにしますけど、あとは賛成反対の意見をしっかり寄せる、そこですね。そこについてまだ野党会案の理解を得られていない状況なんですが、まあ、その辺を大としているのから市長の報告はあるんですか。じゃあまた打ち合わせはしますけども、でもこれはもう選挙をやるときの選挙の、じゃあ広報啓発っていうところで中身まで全部説明してるのかって言ったらそうじゃないですから、もうそれとある意味同じようなレベルの話だと思います。だからそれがもし問題だっていうことであれば、その説明会の時に来てもらっていろいろ指摘をしてもらう、その反論の機会を与えてるわけですから、そこにぜひ参加してもらいたいと思いますね。それはもう議会と行政の長の役割分担というところは議会にも理解しておかなきゃいけない。